スターシップはアメリカ合衆国出身のロックバンド。同国のロックバンド、ジェファーソン・スターシップから分離解明する形で発足したグループ。一度解散したが、旧メンバーミッキー・トーマスの起こしたバンドが名跡を継いでいる。1985年1984年6月、ジェファーソン・エアプレーン結成時のメンバーで、残る唯一のメンバーだったポール・カントナーが、 ジェファーソン・スターシップを去った。しかし、同時に、ジェファーソン・スターシップという名称の使用をめぐって、法的措置に訴え、バンドメンバーたちにこの名称の使用をついて、申し立てをしたのである。そして、カントガーは、法廷での和解に応じ、ジェファーソン・エアプレーン・インクのすべてのメンバーが同意しない。限り、誰も、ジェファーソンもしくは、エアプレーンの名を使用しないという最低に、 署名したのだった。スターシップはバンドの名前を動く短い間だが、スターシップジェファーソンとしていたことがある。しかしそれは法的決定が下される以前のことだった。結局、最終的にバンドの名前はスターシップに縮められることに決まった。デイビッド・フライバーグはこの裁判沙汰の後もバンドに残り、アルバムフープラの最初のセッションに参加している。 しかし彼はこのセッションに満足することができなかった。というのも、キーボードのパートをフライバーグを差し置いて、すべてピーター・ウルフが演奏したため。結局フライバーグはバンドを辞め、残った5人によって、フープラが仕上げられることになった。1984年から1986年末までに行われたライブセッションでは、ガブリエル・カトーナがサポートメンバーとして、 キーボードとサックスを演奏した。アルバム、フープラは1985年10月に発売された。このアルバムからは、ナンバーワンヒットが2曲生まれている。まず最初に、バーニー・トーピン、マーティン・ページ、デニス・ランバート、ピーター・ウールフラの作曲、グラミー賞受賞プロデューサーであるビル・ボトレルのエンジニアリング、そしてボトレルとジェイスン・マーツのアレンジによるシスコは、 ロックシティである。もう一曲はセーラだった。このアルバムは全米最高7位まで上昇しプラチナディスクとなった。そしてこのアルバムからはさらにもう2曲シングル曲を発売している。トゥモローダズンとマタートゥナイトとビフォーアイゴーである。それぞれ最高26位、68位につけている。バンドは オリジナルメンバーによるジェファーソン・スター・シップが1975年にレッド・オクトパスを発売して以来、ここに来てようやくナンバーワンヒットを出したのだった。1987年初頭、愛は止まらないが映画マネキンの主題歌となり、ナンバーワンヒットとなる。しかし、ビデオにはグレース・スリックとミッキー・トーマスの二人にギターのクレーグ・チャキースを加えた三人だけが、 実演しているこの当時、この曲がナンバーワンになったことで、グレース・スリックは、ビルボード・ホット100の第1位を獲得した曲を歌う、歌手の中で最も年長の女性歌手となった。スリックはこの時47歳だった。翌1988年には、ワイルド・アゲインが映画、カクテルで使用されている。 スターシップの2枚目のアルバム、ノープロテクションが発売されるまでに、ベースとキーボードを担当していた、ピート・シアーズが、音楽性の変化に不満を抱き、バンドを脱退。シアーズは脱退後、ジェファーソン・エアプレインの前バンドメンバーのジョーマ・コーコネン、ジャック・キャサリと共に、バンド、ホットツナで10年間キーボードを担当した。この、ノープロテクションは、このアルバムの中で最も有名なシングル。 愛は止まらないがチャートで1位に輝いた後にやっと発売されゴールドディスクを獲得している。愛は止まらないに続いて It's Not Over ビートパトロールが発売されている。アルバムの最後に収録された今夜はミュージックナイト t は1991年にロバータ・フラックのアルバム Night to Music においてフラックとマキシプリーストのデュオでカバーされ全米6位の大ヒットとなる。 ノープロテクションのプロモーションツアーにはシアーズの公認としてブレッド・ブルームフィールドが正式メンバーとして加わり、またフライバーグ以来の正式メンバーであるキーボーディストとしてマーク・モーガンが加入した。1988年、グレース・スリックが再結成されたジェファーソン・エアプレーンに加わるためスターシップを脱退。再結成。 ジェファーソンエアプレーンは1989年にアルバム1枚を発表し、その後スリックは音楽業界から引退する。カントナー、シアーズ、フライバーグがジェファーソンエアプレーンを辞め、新たに入れ替わって残っていたメンバーたちは、皆彼女より10歳以上若い人間ばかりだったのである。今日に至るまでスリックは年寄りはロックンロールの舞台に上がってはダメを守っている。 ミッキー・トーマス・カズトをリードボーカルとして刷新された顔ぶれで、スターシップは1989年8月に、ラブ・ア・マング・ザ・カニーバルズを発売し、ツアーを行ったものの、以前のように高い評価を得ることはできなかった。1989年9月24日、ライブのためにペンシルバニア州スクラントンに滞在していた際に、ドニー・ボールド・ウィントの激しい口論の末、 ミッキー・トーマスは頭蓋を呼び、顔面の手術を余儀なくされるほどの重傷を負った。この手術の結果、トーマスの頭蓋骨には2枚のチタンプレートが埋め込まれた。ボールドウィンはこの事件のご即座にバンドを解雇された。ツアーの残りの日程は、トーマスが回復し、ライブを行うことができるようになるまで延期された。ミッキー・トーマスが、ツアーに再び出られるようになるところまで回復した時点で、 アルバムの反則のために、バンドは再びツアーに出た。解雇されたボールドウィンに代わり、ケニー・ステイリ・ポラスがツアーメンバーとしてドラムを演奏。さらに、グレースが辞めた後、二人の女性バックボーカル、クリスティーナ・マリー・サクストンとメリッサ・ケアリーが加わった。1990年にカニバルズツアーが終わった後、最後まで残っていたジェファーソン・スターシップのオリジナルメンバーである。 チャキーソが辞めることになった。トーマスは、この3枚目のアルバムの売れ行きがかなり悪かったことについて、ツアー中断したことが主な原因だと考えている。彼によれば、このアルバムは、個人的に最も好きな作品だという。翌1991年の初頭、RCA レコードから、スターシップ、 クレイテストヒッツ10イヤーズチェンジ1979から1991が発売される。このベストアルバムには2曲の新曲が含まれており、1曲はトーマスとチャキーソが前に出て演奏しているもので、もう1曲ではトーマスだけが目立つ内容となっていた。ベストアルバム発表後しばらくの間はトーマスがスターシップを続けていくものと見られていたが、 しかしマネージャーのビルトンプソンはバンドを解散することを決め、RCA レコードにバンドがその活動を終了することを告げた。USA ロチェスター公演1992年、ミッキー・トーマスはスターシップを独自に再興し、ミッキー・トーマススターシップとして活動を再開した。しかし、最終的にはスターシップフィーチャリングミッキー・トーマスという名前に、 落ち着き、それ以来、以前とは異なるメンバーで堅実にツアーを行っている。2012年7月、日本公演を開催。2000年以降からメンバーであったギタリストのマーク、アブラハミアンが、9月2日のコンサートの終了後、心臓発作で死去。後任には、ジョン・ロスが加入した。2013年、前作から24年ぶりのスタジオアルバム、ラブレス・ファッシネーションを発表。 サポートメンバーは除き、正式メンバーとして参加した人物のみを記載。ありがとうございます。